いやかわいい気持ちいい楽私皆さん一番気になっているあの気になるこのトップスちょっと気に入らない人がいたらこうガッとこういう服着るバリキャリー芸能プロの社長あかっこトップコートねこんにちはシトレイです。今回ですねエスティネーション六本木店後半ですね。後半はですね、はい、エスティネーションのおすすめの初夏のスタイリング6つはい6つ6つを、はいスタイリングしてもらおうかなと思ってます。そして改めましてはいエストネーション PR の飯島です。エストネーション PR 水谷です。よろしくお願いします。美女2人にエスティネーションのおすすめのキレッキレのキレッキレのカッティングエッジの時代を代表するカッティングエッジの10年代っぽい言い方してる。1つ目はバリキャリー女子のバリキャリー女子の、はい、あのワーキングスタイル車から出てきて、はい、そうそう車から降りて会社ね、はい、会社ね自分で運転してますちなみにあちゃんと、はい、自分で運転してますなるほど、はい、でもう1つがドレスアップスタイルちょっと昼間のなんかウェディングとかで着ていただけるようなちょっとオケージョン的なそうですねオケージョン的なでもう1つが、はい、キレッキレのモード服、うんキレッキレのモード服はい、はい、これちょっと好きエストネーションでしかやっぱり出せない新しいブランドとかはいそのあたりちょっと着ていただきたいなと。そして4つ目は4つ目がスポーティースタイル、うんうん、なんかそのエストネーションらしいスポーティースタイルでもう一つがフェス夏のそう夏のみんなで集まる時に着たい盛り上がれる服、うん、フェフはい知らないフェフ姉さんってフェフ姉さんは知ってますフェフ姉さんは知ってますそれ意識しちゃったキックボクシングありますねみんな見てるねで最後は、はい、夏のトラベルバカンスで着られるような、うん、全部で6スタイル6スタイルはい、はい、楽しみです。じゃあ最初は1位はバリキャリからはいお願いいたします。はい、はい、1体目がバリキャリーこんな感じになりましたかっこいいです。かっこいいね。めっちゃかっこいいです。このセカンドスキーすごいねこれはそれぞれどこのになるんですか。はい、このトップスはバレンチノ、うん、バレンチノはいですね、はい、でパンツはエストネーションのオリジナルなんですけど、うんうん、あのプレシャスラインといって縫製だったりとか生地が、うんうん、にちょっとこうラグジュアリー感を持たせたラインになっていてすごく形が綺麗なんですよ。綺麗じゃない。なんかさ、ウエスト5センチくらい細くなりますなんかね、下駄履かしてもらってる感あります私このパンツに久しぶりにこういうちょっとテーパードパンツを確かにキュッと履くって全体が締まるというか引き締まるね。引き締まりますよね。うん、そしてバッグがバッグもバレンティノバレンティノ、はい、シューズもバレンティノです。この2つがね2つ付きでザ・バレンティノ、はい、濃いめのブラウンカラーで、うんうん、結構何にでも合わせられそうだ ね黒系茶系全部で、うんうん、大抵こうビッチビチのやつって、うんうんうん、あのブラセンめっちゃ拾うんですよ、ね、そうなんですよ、ね、そうただこれの場合はここまで生地が二重にここ入ってるんですね、うんうん、だからあの今ブラセン拾ってないですよね。全然気にならないです。そう後ろも全然入ってない。後ろはここまでかな。このちょっとした工夫が ね全然違いますよねやっぱり ねあとこれねトゥルントゥルンの素材だから、うん、水陸両用しかもあの水陸両用かなってくらいのあのいわゆる水着っぽい生地感、はい、トゥルントゥルンで、うんうん、私の中でこういう服着るバリキャリーいるかなって人も2人いるんですよ一つ目は昨日も一緒にご飯食べたんですけど芸能プロの社長かっこトップコートねまゆみさんって言うんだけど見てるまゆみさんこの間こんなの来たよねって、うん、もう一人は御社の、はい、御社のカンナさん弊社の、はい、弊社のディレクターですねあれですね、はい、絶対こういう格好してそうこのスタイリング大好きだって言ってました、はい、じゃあ2個目はお呼ばれのお呼ばれの結婚式でしたっけ、はい、そうですね、はいちょっとこれかわいい。すごい素敵です。発色がとにかくなんか綺麗だね。あんまりないブルーですよ ねそう。これはちなみにどこのなの。これは、ビクトリア・ベッカム。ベッカムか、はい、綺麗に作りますね。作りますね。しかも見てちょっとここ開く仕組みになってるんですけどチラ見えするオレンジが効いておりますね。オレンジがね、ま、でも本当あのコンサバに来たかったら本当閉じてきてもいいしこれくらい遊び持たせてもいいし、うんうん、多分みんなここ気になるじゃないですか、ねそこね、世代的に気になるじゃないですかダビに伏せますよダビに伏せますね私の腕がここなのかここなのかわからないだろ、うん、君たち
分かってもらえるかな。あともう一つ、ゆったりするとこはゆったりさせて、締めるとこは締めるっていう、そこがやっぱベッカムらしいのと、ね、気持ちウエスト上目にとってるから、ちょっと上目に、はい、ちょっと足長く見える。あとかつここが実は気持ち首が綺麗に見える部位なんですよ、うん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 、ここがうまいよね。うまい。そして皆さん気になっているこれは何、うん、あ、そう、これはあのグーセンスパリというあのフランスのブランドで、あの、うんうん、シャネルのコスチュームジュエリーを作っている、うんうん、はい、あのブランドなんですけど、ちょっとあの霞がかかったクリスタルとか、そう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 、よりちょっとヴィンテージっぽく見えるもんね。なんかね、いいですよね。ちょっと気に入らない人がいたらこうガッとやってもらうと、そういう新しい使い方、あの軽いドンキで、私の中でこの誰どんな感じの女性像かなって思ったんですけど、うんうん、クラッシーとかプレシャスの副編あたり、編集長まで行かない、うん、ちょうどあのファッションを知ってる大人のプレシャス世代の副編、うん、はい、じゃあ次は、次はキレッキレの、キレッキレの、はい、モード服で、おお、楽しみです。はい、はい、はい、3体目、3体目すごいんだけどこれめっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い、ね、めっちゃお似合いです。自分じゃあんまりこういうの着ないから、うんうんうん、めちゃくちゃ新鮮、ね、なんか横からもちょっと見てほしい。そう、本当こうスタイルがなるんですよ細くなるんですよそう、アンドレア・ダモっていう、うんうん、イタリアのブランドなんです、うんうん、まだ新しくて2023年にデビューしたばっかりで、うんうん、分かれてるんじゃなくて全部、うんうん、あのワンピースになってま す, なってます。このニットもなんか リボンをこうウエストに巻いたりとか、うん、いろんな使い方が、いろんな使い方ができます、うん、なるほど、はい、ちなみに、私2人またいるんですけどもすごい、1人目はあの皆さんご存知、愛花ちゃん、スタイリストの愛花ちゃん、生地量が少ない愛花ちゃん、私の友達いるんですけど、はい、服はあんま着ないんですけどもう一人はマリコさん、そっちも着ない、うん、あ、服着ない着ない人向け、着ない人向け、あ、服着るの好きじゃないなっていう、はい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 、開放的な人に向けた。そうですね、あとこの靴もちょっとこれもすごいんですよ、これあのステラ・マッカートニーの編みタイツをヒールの上から履いたみたいな感じになってますね。ホールドついてるから、そんな歩きにくいとかではないですね。はい、じゃあ次お願いします。はい、スポーティースタイル、スポーティースタイル、はい、はい、見たいなと思います。はい、はい、こんな感じになりました、はい、ありがとうございます。スポーツといえども気を抜かないというエスティネーションの心意気を感じましたね、はい、スウェットと緩めにあのスニーカーはサロモンのスニーカーですね。ピンクが入ったりとか、この黄色のグラデーションの先っぽにこれがあるのかわいい、ね、いいですよね。そして、こちらはホワホワした、のバッグは、オペラスポーツっていうデンマークのブランドかな、うん、これもリサイクルナイロンを使っているブランドなんですけど、うんうん、割とかすっごい軽いよね。軽いし、あと結構あのパソコンとか全然 あれなんですけど、確かにパソコンすごいいいんですよ。私超探してたんですよ、パソコン入れ。本当におすすめ。そして皆さん一番気になってる、気になってるこのトップスなんですけどこれは何だい、これはあのアトラインっていう、うんうん、はい、パリのブランド、あのコレクションやってますよね。そう、やってます、やってます、うんうんうん、なんかデザイナーがサーファーの男性の方で、うん、こうスポーティー要素だったりとか、ちょっ とか水着っぽいというか、うんうん、水着とストッキングの間って言ってるんですね。そうなんです、これ難しくて、なんかこうチューブトップに、うん、これがこっくっついてるよ、はい、みたいなイメージですね。肩こっちに行ってる感じ。なまあやり方でいろいろ、そうそうそう、仕方で変わりそうな気がします。何かするというよりかは、うん、どこかに行くまでの、そうです、ね、楽しみ。あと今トレンドとして肩出しめっちゃ流行ってるから、ね、そうですよね、ちょうどここら辺からトライするのもいいんじゃないかなと思います、うん、次はフェス、フェフ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 ですね。こんな感じになりました、はいはい、いやー、かわいい、気持ちいい楽、ね、楽、あのフェフで踊れますね、踊れますね、ようやく、ね、あの動きやすい動きやすいのようやく来ましたね。すいません、ね、気持ちいい。ちなみにこれトップスは、トップスはあの、うん、プッチ、なるほど、後ろもちゃんと、はい、プッチって入っていて、うんうん、表のこの魚のモチーフが、はい、あのブランドのロゴというか、新しいチャームみたいなのがあるんだ、はい、
スカートは、うん、あのスポーティーのところでも着てもらったアトラインの、うんはいうんうん、スカートです。これすごい、でもなんかそのあの着やすい。そうなんです。あとあやっぱり伸縮性もあるし伸びるからだね、うんうん、あ多分今私こっちの足出してるけど場所によって全然見え感が変わるんじゃないかなと。 そして一番この歩きやすさナンバーワンの、うんうん、こちらクロエのです。多分これもサステナブルのやつだよね。そうですね、デザイナーさんが今すぐそこに力入れてるから。そうそうそう、でもなんかやっぱりクロエらしさがちょっとリボンっぽく足立ってあったりとか、そうですね、なんかちょっとフェミニン入れますよみたいなところが可愛いかなと思います。最後はバカンス、バケーションです。はい、行ってきたいなと思います。はい、行きました。リゾート感ありますね。ね、はい、ザ・リゾート開放感、うん、すごい素敵です。なんか昼間のランチもいいし夜もこのまま良い感じのディナーとか、うんうんうん、行きたい、ね、なんかサンセットのところとかに歩いたら素敵ですよね。いいそして日焼け止め用にちゃんと麦わら帽子もございます。はい、大きなつばのトップスは先ほどと同じエミリオプッチ、プッチの、はい、なるほどブラウスです。これもやっぱ肩出しですね。そうですね、トレンドのちょっとドラマチックなパンツはコラムっていうブランドで、エストネーションが協業でやっているブランドなんですけど、リネンコンかなりワイドなので、めっちゃロングプリーツスカートみたいに見えますか、みたいに見えますよ ねで、サンダルがサンダルはジルサンダーです。ジルサンダー、はい、これもこれで歩きやすくていいよ。お、割とこれ使い道たっぷりなんじゃないですか。ね、本当ですね。ね、なんかプッチやるね。うん、プッチやっぱりね。やるね。全もうすごい。ね、そう。素材が変わってから。はい、幅広がりましたね。ね、うん。一般的にはどれが一番いいですか。着るの。はい。モードのあの3体はめっちゃ気持ちが引き締まるのと、うん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 、運動をもっと頑張ろうって思うものだった。一番でも自分がしそうなのは、うんうん、ヘプ。あ、フェフね。ペッポはい、皆さん6スタイリングのうちどれが好きだったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。